Hello, what's up, guys? My name is Zim. Welcome to the video. 今回の動画は夏イベントがついに終わってしまいました。ということで、クエストとかもなくなってるんですけど、それと引き換えに、ブッシュグレネードが今回帰ってきて、しかもこれが強化されてるらしいので、実際にゲーム内に行っていろいろと見ていきたいと思います。Let's go! よしということで、早速やっていきましょう。まあ、夏イベントが終わったということは、ここも普通に戻ってるのかな？どうなんだろう。あと、ブッシュボムを早めに見つけたい。なんでブッシュボムが帰ってきたのかは全然理由はわからないですけど、まあ、いいんじゃない？こっちだよね、確か。どこだっけ？あ、いや、でもそのまんまっぽいけど、夏イベントのとこは。そのまんまだね。あれ？何も変わってないじゃん。なんやねー。いや、マジ夏イベントあっという間だったね。でもみんなちゃんとチャレンジできた？エモトゲットした？だってこれからみんな夏休みって時なのに終わっちゃうんだもん。夏イベント早ーってなったよね。アイスクリームとかも消されてるってことだもんね。悲しい。まあ、アイスクリーム確かにぶっ壊れだったけど。ブッシュどこ？ブッシュ、ブッシュボムはどこだ？今回の本目やって。で、アップでね、結構2週間ぐらいエピックなかったと思うんだけど、まあ、エピックの夏休みもこれでにて終了ってことなので、まあ、来週から多分ダウンタイムのあるアップデートが来て、まあ、その時に新アイテムとかが追加されるのかなと思われます。なのであと1週間だね。来週の火曜だと思う、次のアップデートは。その時に何が来るんだろうね。なんか激アツ展開来てほしいけどな。さすがにもう、でもあとシーズンもう1ヶ月ぐらいで終わりますからね。1ヶ月ちょいで。マジあっという間じゃない？早すぎん？あと確か40日とかっていうツイートを見た気がする。フレアガンとかも普通に戻ってるらしいね、花火じゃなくて。どこだブッシュボム。動画が始まらないってないと。残り11人しかいないやん。あった！こんなとこにおったんか。うわ、なんかめっちゃ急に出てくるやん。動画終わりそうな時に。おマジかよ。しかも全然あれじゃね、普通のブッシュじゃない。あー、そういうことね。なるほどね。拡張が新しく今回追加されてるらしくて、それと組み合わせるとめっちゃ強いらしいです。なるほど、拡張ね。新しい拡張、ブッシュの拡張が来てるらしいんだよ。やばい、これ出ないやつだ。はい、普通のブッシュボムです。で、拡張が多分これかな。これだ、シュラブマッドってやつだ。なるほどね、これを出さないといけないんだ。だね。掘ったんだけど。やっと来たみんな。もうマジでめっちゃ時間かかったんだけど、これですね、シュラブラマッドってやつ。これ大きな茂みとか葉っぱとかに入るときに体に泥が覆われるっていう新しい拡張なんですけど、ちょ、これを早速ちょっと実装。これとかに入ったらどうなの？やば。もうこれじゃさ、物資だけじゃなくてこういう茂みとか全部に大強化じゃない？で、泥ってさ、まあなんかパッと見地味だけど、これめっちゃ強いんですよ。今シーズンの醍醐味であって、だから物資とかに入るたびに泥状態が回復するってことでしょ。めちゃくちゃ強くない？で、これ多分ね、他のものとかと組み合わせたらさらに強いもんね。今回だからさ、これでこの物資が帰ってきて、あの拡張があるからめちゃくちゃ合うだけどさ、拡張と合わせたらなんならミシックレベルってことじゃない？だってこれあるだけで移動アップでしょ。プラスなんかさ、泥状態の時に回復みたいな拡張もあったよね。それとも掛け合わせたらさ、物資作るだけで回復と移動どっちもできちゃうってことでしょ。お前ねー。いやー、全部この試合で拡張揃えたいな。そしたら何ならもう回復それだけでもいいんじゃない？全部揃っちゃえば。拡張きた。ほい。おお、これだ。泥に追われてる間、体力とシールド回復、早速大当たりだぞ。え、これとあと、じゃああれだ、物資ないったら泥になるだけで、その時点でもうあれじゃない、拡張コンプでプラス泥状態の時にサーマル状態になるみたいなやつもあったよね。やばいってマジ。今シーズンやっぱ泥状態最強ですよ。このね、地味にこの僕今シーズンの一番好きな拡張なんだけど、これマッドウォリアーって
強いんよ。で今までこの強いあの体力とシールドを回復するっていうのがね、やっぱ泥ってもともとジャングルのとこからしか泥になれなかったじゃん。だからちょっと限定的で、まあ、まあ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 って感じだったんだけど、でずっとね泥のアイテム来てほしかったんだよ。なんかさ、クロムスプラッシュみたいな感じで、泥スプラッシュみたいな、以前あったじゃんクロムスプラッシュ、あんな感じで泥スプラッシュ来てほしいなと思ってたんだけど、思わぬ形でまさかの拡張で来ると思ってなかったな。まあ、今後でも泥もっとなんかアイテム化されそうだよね。普通に今回拡張できたけど、次はアイテムとかで来てもおかしくないよね。でまあ拡張のいいとこはアイテムじゃないってことだよね。だから武士とか近くに茂みとかあったら、もうそこに入っちゃえば泥状態になれるから、それで体力回復してくれるんでしょう。強っ。泥に割れた間にサーマルビジョンの効果を得れるようになる。うお、来てる来てる来てる、泥コンボ。サーマルビジョンあれだね、アイテムとか漁りたいときは不便やな。ラマも光るんだねこれ、サーマルビジョンだと知らなかった。え、ラマって熱あるんだ。まあ生きてるからそっか。初めての発見なんだけど、すげえ。来ないか、さすがに3連続は泥来ないけど、ここでリンゴって溜めてきたから出ればいいんだけど、どうだ。いや、そんな甘くない。2000円使ったらさすがに切ってくれるかなと思ってるんだけど、いや頼むよ。嘘でしょ、そんなレアな、レアやな。いきます、2連来い来い。もうなんで、なんでミシックミュージョンのが出んの、おかしいって。せめて新しい拡張もう少し出やすくしていいよね。エピックマジでさ、レアすぎるよ。 OK、 2連します。来ないよね。さてラスト2連か、2連しますか。これで当たらなかったらもうマジで最悪です。いきます、頼む。もうラストちょっとなんよ。おい、敵が飛んできてる。なんでだよ。天才俺。天才じゃない、今の使い方。 IQ200 でしょ。ブッシュ投げてブッシュ落下ダメ食らわないから、でこれねブッシュめちゃくちゃ強いわ。はい、っていう感じで今回の動画ちょっとマジでごめんなさい、残念ながら僕の見せたい絵面をもう見せれなかったんですけど、まあなんとなくでも分かったでしょ。拡張の、まあ、まずブッシュのアイテムがあります。で、物質の特性としては、めくる、自分の位置が分からなくなる、プラス、敵の位置がから自分が見えないのと、あと、まあ今みたいに落下ダメを防げるっていう、そもそもの、まあ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 って感じのものなんですけど、プラス、今回この泥の拡張を使うことによって、物質に入ったら泥状態になる。だから、いつでも自分の好きなタイミングで、物質を投げちゃえば泥状態になります。で、泥状態の間に回復する拡張を組み合わせると、何が強いかっていうと、他のさ、この例えばジップラインに乗ってる時に回復するとか、泳いでる時に回復するとか、いろいろ今まであったと思うんだけど、泥状態の回復って戦いながら回復するんですよ。しかも泥状態って普通にプレイできるじゃん。だからそれがね、多分今回、まあ、めちゃくちゃ強い理由で、これから多分すごく流行る動きなのかなって思います。だからそれが全部揃った時に、もうブッシュっていうアイテムはもうミシック並みの強さになるってことですよ。はい、という感じで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。残念ながら僕の見せたい全部3コンボの最強技を見せることはできなかったんですけど、まあ、なんとなくアイデアは伝わったから、この番組動画を終わりにしたいと思います。とりあえず今回のアップデートではこの新しい拡張、物資に入ったらドロー状態になるっていう拡張と、物資ボムが入ってきました、ね、夏イベントが終わったという動画でした。この動画少し見合った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。